ラコン。ダメだっけ。何食べてるの。あ、食べて吐いて。人間と変わらんねえ。よいしょ、おいで。よいしょ。明日は。明日は。うん。明日はが。シミが出てる。あっち大きくなってる。うん、なかなか、お、葉っぱが出始めた。葉っぱが出始めた。意外といい感じだね。ソラ君、ああこれ花咲くのかな。ちなみにこれはセロリ、セロリ植えました。葉っぱが綺麗だった。食べるのは目的じゃない。切れたよね、なんかね。こっちもセロリ、葉っぱが綺麗なんで植えました。けど、なんか曲がってるね。セロリって虫つくんだよね。そらくん、かいかい。花はまとめました。ここは木工バラで固めようと思います。木工バラ意外とついたね。ネギが入ってますね。植物の力ってすげえね。パンジーが混じって、パンジージー。あ、こっちにも、結構花咲くね。葉がね、なくなっちゃうんだよね、葉っぱが。それがあんま好きじゃないんだ。パセリは芋虫のために。これもにも、ここはみんな予備です。ここは予備君、畑、わさび、予備君。早く大きくなんないかな。そら君来た。そら君。かわいいね。まあそんな感じかな。これで一つ記録で撮ってみる。何かあればカメラもあるしね。ダメだよ、噛んだら。美味しいのかね、食べて。ダメだよ、ソーラ君。